皆みさんこんにちは。今日はですね、2023年の動画投稿を振り返るということでお送りします、えー。2023年12月31日なんで私毎年恒例のですね、えー、その1年を振り返る動画っていうのを出しておりますので、今回も出していきたいなというふうに思います。さあ、早速入っていきますね、えー。今年一番最初の動画はですね、元女子アナ衆議院議員とスピリチュアルカウンセラーっていう動画ですね。えー、異端すぎる物理学者安江邦夫さんシリーズですね。えー そうですねこの動画の内容はですね、あの安井邦夫さんのもとにですね、えー原子、原子力政策について話をし,してくれっていうね、衆議院議員の方から連絡があって、その方がですね、元女子アーナだったと。で、実はその方のもとに行って政策話していたら、それよりもですね、あの、 なんと、そのスピリチャーの話で盛り上がってしまって、えー、この元女子アナ衆議院議員の人はですね、あの、アトランティスの記憶が蘇ってきたとかね、えー、そのね、アトランティス時代、もしくはその、元別の過去世において、えー、矢作直樹さんと恋仲だったなんていうこともしゃべり出すみたいなね。 えー、まあ、そんな衆議院議員と出会いましたと。で、これ誰なんだろうね、一応安井国さんの方はノンフィクションを歌っていて、当然、うん、登場人物も実際の人物なので、この元女子アナ衆議院議員も自在するんだろうと思って調べたんですって、わかんなかったんですけども、何度ですね、あの、 コメント欄にですね、この元女子アナ衆議院議員はこう、えー、なんとかさんですよと教えてくれた人がいました。実際調べてみたら、やっぱその人だろうなというふうに思いましたので、これ、このね、スピリチュアルな元女子アナ衆議院議員の名前が気になる方はですね、こ私のこの動画のコメント欄見ていただけると、えーえー、書いてくれている人がいますので、わかると思います、えー。書いていただいた方ありがとうございました。 で、えー、それが第一回目ですね。で、私、大学数学に関する動画も上げてるんで、まあ、こんな動画も上げてますね、えー。大学数学基礎の基礎シリーズでやろうと思ったんですけど、2回で終わってしまいました。で、岐阜の超能力機構誌の話、これも安江国夫さんシリーズで、実際にそのね、安江国夫さんが、えー、超能力機構士だよっていう人の話を書いてあの動画にしたわけなんですけども、実際私はこの ね岐阜の飛行士の方のところに行ってるということで、ね、そういう話もしておりますと。で、えー、そうですね「ウリゾーンの距離化定理」を証明する実は私ねこの動画自信、えー、作なんですねまあ、動画は自信作っていうか照明をですね「ウリゾーンの距離化定理」っていうね位相空間の有名な定理があるんですけどもこの照明をですね結構力を入れてやって えー、業間も埋めてると参考文献はですね内田集合位相という有名な本があるんですけどそこの証明をもとにですね証、えー、明の業間があるところをしっかり埋めてパート1パート2パート3このパート2パート3でですね、えー、本格的にねその 証明を行っているこのパート1でも証明してるか、えーね、ぜひこの3部作、売りゾーンの距離過定三3部作というか、まあ、3回シリーズで売りゾーンの距離過定理というね、有名定理を証明していますので、まあ、位相空間とかね、えー、ウリゾンの距離化定理に興味ある人はぜひ見ていただけたらなと。自信作で証明は丁寧にやっております。はい、2022年収益公開ということで <laughs>、 えー、2021年の9月から収益を公開、収益をもらってんですけども、2021年中は、まあ、8000なんないとも,もらえないということで、2021年はそこまでいかなかったんで、もらえなかったんですけど、2020、あらあら、ちょっと失礼。2022年からですね、本格的にもらってます。で、いくらもらったのかっていうことの収益を公開しております。まあ、全然大してね、もらってないんですけども、こういうことね、YouTuber っぽいんで、ちょっとやってみたいなというふうに思ったんで、やってみました。 レムリアリーフをエンド周作そしてペンローズねこの、えー、動画はですね私一番平均視聴時間が長いんですねまあ動画自体も33分57秒と長いんですけどもでもこんな長い動画をですね、えー、私の動画の中で一番一人一人の平均、えー、視聴時間が長いとだから長く見てくれてるんですよねこの動画ね、えー、そんなに面白いのかどうかちょっとわからないんですけどもまああの 興味ある人はぜひ見ていただけたらなというふうに思います。で、まあこのペンローズね、ペンローズ安井君さんは友達だっていうことなんですけども、ペンローズといえば量子の理論ね。 ということで、まあ本当は別にペンローズといえば量子脳理論ではないんですけども、えー、ノーベル物理学賞受賞者なんで、えー、ブラックホールのね、物理学についての業績でノーベル物理学賞をもらったんですけど、このペンローズがですね、その有名、えー、数学物理学賞のペンローズが、脳、えー、理論に挑んできたということで有名になったのが、まあペンローズの量子脳理論と呼ばれるものですね。で、それについて、 でえーまあ、茂木健一郎さんの本で「このとんでも科学の世界」っていう本で概要を学んだので、えーまあ、それについて、えー、ちょっとお話をしているで茂木健一郎さんとの、えー、茂木健一郎さんが主催している飲み会にも参加したことがあったんでそんな話もしますよとし,まし,してますよということですねこの動画ねのの力前起動前無漢字安井邦夫さんがですね自分の自身の結婚、えー、披露宴に行ったところですねその大学の教授、えー、がですね その「舞」と「無」の漢字の、えー、起源について、えー、お話をしていたその話がすごい興味深いんですよこの「無」っていう漢字はこの「無」の上の方はですね、えー、舞台を表し「点々点」の方はですね舞子舞子さん巫子さんか美子さんを表している巫子さんが舞台に上がる直前の心境が「無」なんだということでこの「無」何もないっていう、えー、漢字の、えー、意味はですねだから、えー その漢字の意味としてはですねこの舞台の上舞台に登る直前の巫女の心境なんだっていうねちょっと分かりましたでしょうかね、えー、気になる方はこの動画見ていただけたらなというふうに思いますヘレン・ケラーとサリバン先生とセーデモルグまあ小学者のための大数学の基本でちょっと飛ばしましょうええー、安井国夫さんの勤務している大学にかつてヘレン・ケラーとサリバン先生が訪れたその時の写真があるよ いうことですね。で、大数学の基本定理。これ、まあ、有名定理で、私も興味があるし、関心があるし、まあ、たびたびやってるんですけどね。えー、改めてまた紹介したということですね。ある模範集の話、予定帳から連鎖長へ。えー、これですね、模範集、ね、囚人の方がですね、あの、刑務所から出るということで、安江国夫さんにデジンしてくれという手紙を書いたと。ね、で、やってきたと。で、その方は大変模範集だったって話なんですけども、 これそんな模範集の話がその見られるかなと思ったんですけど、結構ですね、動画を投稿したらですね、あれよあれよという間にね、旋回視聴ぐらい一気に行ってしまったんで、割とね、出だしがすごく良かった動画ですね。で、まあ、いろいろあって、で、整列集合のすべて、これについてはね、ちょっと本当に訂正、訂正じゃないですね、あのお詫びしたいんですけども、第0回って書いてあるんですけど、第1回、第2回と続ける予定だったんですけど、もう全然始まってないというね。 整、えー、列集合に関心がある人、えー、ある方々にね、えー、向けてなんですけども大変申し訳ございませんとちょっとごめんなさいねはいえー、まあ気長に待っていただけたら整列集合のね、えー、全てについて動画投稿を出しますので。 まこんな調子でやってるといつ終わるか分かんないんで、もうどんどん進んでいっちゃうとですね。えー、愛の宇宙方程式という本の、野井邦夫さんの本の紹介シリーズが始まりました。これは野井邦夫さんの、まあ、中学、高校、大学、大学院、えーね、助手時代と、えース,イス,にえー、スイスの大学時代ということについて語っておりますね。ヒルベートの無限ホテルの非加算無限版。まあ、ヒルベートの無限ホテルで言えば、 ヒルベルトの無限ホテルで言えば加算無限版なんですけれども非加算無限版に拡張したよっていうことでまあ新しいかなと思ったんですけどもまあそんなにね見られてないですね。で安江邦夫さんの大学院時代ですねこれ優秀な物理学の誕生安江さんの京都大学大学院時代 に知り合った友達の理論をですね安井くんにさんが助けてあげて本にしてあげたとでこの本優秀の物理学の誕生も後にですね、えー、本紹介を知っておりますバナハタルスキのパラドックスという本文が出ましたで えーまあ、全,部読全部読めないところが全く読んでない状態なんですけども、ね、私、かつてバナ・ハタルスキーのパラドックスに関しての、えー、数学動画を、えー、ずっと上げてたんで、まあ、そのよしみもあるということで、この本をね、こんな本が出版されましたよということで紹介しております。はいはいはい。で、まあ、えー、そうですね。で、安江邦夫さんはスイスの方の大学、ジュネーブ大学に職を得るんですけども、そこで指示をしてもらう。 教授はですねパウリっていうね大変有名な量子力学の創設者の一人であるパウリの最後の弟子と呼ばれるね遠地教授のもとで助手生活に入るわけですけれども、まあ、パウリといえばユングだろうということでそんな話もしております名古屋大院っていうのはですねそうそうそう痩せ邦さん京都大学にねちょっとここに。 一歩前にですね京都大京大大学院脱出計画ってあるんですけど京大大学院と全然肌が合わなかったんで名古屋大学の院にえ移ったとで名古屋大学の大学院って直接民主制なんですよその物理のね、えー、その大学院生までもその教授決定の一票を持つというねなんでそんなあの 平等というかね、直接民主制みたいなことをやってんのかっていうような話もしております。で、この話はですね、本に書かれてたっていうよりは私が聞いた話ですね。で、数研出版高校物理の教科書を紹介します。この本、すごくいいですね。はい。ということで、もう、トトで行きます。で、とんでも科学の世界。先ほどのその、ロジャー・ペンローズとかが、の脳理論について紹介されてる。 本なんですけど結構この本面白いよっていうことでもうねだいぶ古い本なんだけども紹介させてもらってますね。はい、ごく指的ザ・ベストテンの思い出を語る、えー、これは私にとってはですね結構あのー、なんていうんですかね、えー、思い出に残る動画投稿思い出に残るっていうかだからこれ1978年っていう年がですねその大変 自分の中で印象に残っていてそれはねザベスト10を初めて見た年と いうことで、実はこの動画を投稿するきっかけになったのはやっぱり安江邦夫さんシリーズで、安江邦夫さんがですね、スイスに行ったのが1978年ということで、そんなことをねしゃ、あの、話している動画の中でですね、1978年で言えば自分はザ・ベスト10を初めて見た年だっていうことを喋ったらですね、すごく楽しかったんで、これはもうね、ザ・ベスト10の思い出を語るっていうことを、えー、テーマに動画投稿しようと。 思って決心して動画投稿を始めました。だからもう本当にこれ自分がやりたいことですよね。で、これ結構なシリーズになったんですね。1978年っていう年。 だからそのザベスト展がですね、自分にとってね、すごい思い出に残っていて、印象に残ってるんで、結構ね、えー、いろんなことをあの思い出しながら、結構覚えてるなって言いながら動画を出したんですけども、さらに上手の方がいてですね、マニアックな方がいてです,でいてですね、なんか1978年のこのザベスト展の回はこうだったよ、ああだったよってね、あの教えてくれているタイマニアのね、ザベスト展マニアの方もいらっしゃったんで、 えー、そういうことが気になる方はそのコメント欄も見ていただけるといいかなというふうに思います。で、先ほどの前、ユング、まあ、パウリといえばユングっていうことで、で、えー、ユングとパウリの往復書簡集が2016年頃に新たに発売されてたということで、その本を入手してですねけ、えー、ユング・パウリの話をしておりますねで。パウリ大変面白いですよね。面白いんですよ。まあ、有名物理学者っていうだけじゃなくてですね、性格的にも、 あのまあ、周りにいたら嫌だなと思うんだけど近くにいたら嫌だなと思うんだけどもまあ俯瞰的に見れば面白くでえー、ねいわゆるスピリチュアル的な素質を持ってる方なんですねこのパウリね。で宇宙と宇宙をつなぐ数学あ宇宙,対祭宇宙祭対比ミューラー理論っていうねすごい理論があのー 発表されれましたけれどもそれに関する動画も出したいなと思ってたんですけれども全然自分がねその,その理論について望月新一さんについて全然知らないんで動画出せなかったんですけどもなんとその、えーね、1.4億円の賞金をか、えー、出すと、えー、その宇宙祭対肥ミューラーの欠陥をあからさまにしたらとそういう衝撃的なあの記者会見がなされたんでこれはもう そのことについて動画をかくあの作るしかないということで動画を作りましたね。はい、ということでどんどん進んでいきます。あ先ほどの、えー、安江邦夫さんの友達の、えー、方のね「唯心論物理学の誕生」という本のどう、えー、本紹介の動画ですね。中込さんね、唯、え、心、ー、論物事にはもうすでに意識の、ね、母体みたいなものがもう入ってるよただ残念ながら意識とは何かね。 医師とは何か。それについては全然答えられてないんですね。もう意識とか意思みたいなものがもう原子レベルで原子レベルで、えー、もう入ってるんですよというのがまあそのや長尾目さん理論ですね。で、えー、それで、ね、コリトリの謎。これは安江邦夫さんの 愛の宇宙方程式の本紹介なんですけどここでその日中同素論について書かれてるんですねここに書かれ安江国さんの本で書かれているこの日中同素論というかですねコリ取りの話がですねすごい衝撃的だったでついに私はですねその日中同素論にも興味があったんでそこから発生して日中同素論についての誤回シリーズを自分なりの考え調べたことや自分の考えを述べてますはいそしてですね はいえーね、ザ・ベストテンシリーズ、ねえー。極視的ザ・ベストでの思い出を語るっていうシリーズですね。それに、えー、前回の、ね、78年を語るに飽き足らず出しております。でこれ、岩崎、えー、松田聖子で岩崎佳美、えー、どういうシリーズかっていうとですね、えー、今週のスポットライトっていうコーナーがあって、これはベストテン内には入ってないんだけども、まあ、いずれ入るかもしれないっていう、ね、注目曲、期待曲。で、えー、実は3回ほど、 ま、厳密は4回なんですけども、その年の新人歌手がペアで呼ばれるっていう回があって、えー、その第1回目が、その、ね、松田聖子と、えー、岩崎良美。で、2回目が三田弘子と、えー、小泉京子。で、3回目が、えー、岡田幸子と菊池桃子。で、そのふ2人の対応を考えるとですね、大変興味深いというか、感慨深いんですね。松田聖子と岩崎良美。かたやもう、えー、スーパーアイドル。 ね、日本で一番売り上げを上げるアイドルになったのに岩崎良美大変な実力を持ちながらも松田聖子と比べるとそうはならなかった、えー、三田裕子も大変有望な新人ではあったんだけども、えー、歌手としては大切することはなく小泉京子は70年代風の歌を歌わされていたんだけれども、えーね、一番前衛的なアイドル歌手になったまあ、えー、そんな感じでですねその えー、ザ・ペソテンのその新人アイドルを、に、えー、スポットを当てた今週のスポットライトっていうものをですね、考えたときに、すごい物語がね、自分の頭の中で流れたんです。流れたっていうかですね、えー、これはテーマにしたいというふうになったんですね。だからまあシリーズとしてね、ずっとやってます。ずっとやってますね。はい。ということで、えー、そうですね、また数学に戻ってきてと。 いうことですねいや意識の謎は検論を使って解明できるのか。なんと、検論を使って意識をね、研究をしてるという、ね、衝撃的な、えー、記事を見つけたんで、それを発表しております。で、そうですね、無限職積集合の移送ということで、これはね、えー、ぜひそのシリーズを完結させたいということで、多分来年1発目はですね、この移相空間入門、えー、直跡移相空港の第3回目。 連結集合ですね。連結内装空間の直積集合は連結になるっていう動画が多分新年第一発目の動画になると思いますので、ぜひ、えー、あの興味ある方は見ていただけたらなというふうに思いますね。あというわけで、まあ、この1年の動画を、そうですね、紹介し終わりました。で、そうですね、言い足りないことを、まあ、別にないっちゃないんですけど、あるっちゃあるんですね。で、これ、小泉強皇編のところでお話しして、 でまあ、せっかくだからエピソードスッとして面白いなと思ったとことをちょっと紹介しますね。これ小泉京子、小,、えー、小泉クロニクルって言ってですね、まあ、CD に、えー、小泉京子が発売した CD が全部入っていて、プラス、なんで私これ買ったかって言ったらですね、この、えー、小泉京子の、えー 曲に携わる人たちに全曲に関して、えー、インタビューをしているというこの冊子がですね大変魅力的でですね買ったわけですねでこの時にですね、えー、小泉京子について書かれてるエピソードで紹介したいなと思ったんだけど紹介できなかったエピソードがあるんでちょっと紹介しますねそれはですねえー、っとですね何についてだっけちょっとごめんなさい、ね、そう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 春風の誘惑って曲ですねで まあだ、私の動画でも話してるんですけども、小泉京子は、そのデビューから、デビュー、1982年デビューしてるんですけど、デビューから、まあ、私の16歳、素敵なラブリーボーイ、一人待ち角っていうのは70年代路線で、私の十6歳、素敵なラブリーボーイっていうのはえ、そうですね、カバー曲ですね。70年代のカバー曲なんですね。で、私、それ自体は別に何の問題もなく聞いてて、あの、すごい好きだったわけですね。で、でもですね、春風の誘惑はですね、 ほんちょっとクエスチョンだったですね。ちょっと古すぎるなと、いくらなんでもみたいな感じで思ってたんですよね。で、そっから次の真っ赤な女の子で路線変更して、いわゆるキョンキョンに変貌して,変貌,して変貌というかですね、成長していくわけなんですけれども、まあそんな話をしたんですけども、この春風の誘惑に関するエピソードがですね、まあちょっと面白かったんで、まあ最後に簡単にね、述べるとですね、えー、春風の誘惑の作 曲家はでですすね緑緑っっってて人人だたんんけけれどどもみな実はこの方って、あの、私の16歳の作曲家の方と、方だったんですね。えー、変名を使ってた。なぜかって言ったらば、その、まあ、私の16歳ってもともとね、ねえねえねえっていう79年の曲なんでカバー曲だったんですけども、その79年からですね、この、えーみ 緑ひふみって人はですね、えー、演歌歌手の大御所みたいな作曲家になって、演歌歌手を作曲する、演歌歌手の曲を作曲する大御所みたいになっちゃって、ちょっと本名じゃまずいだろうみたいな感じで、えっ、ー、とですね、緑ひふみっていうね、ペンネームでね、ペンネームっていうか、まあ、名前を変えて、えー、この春風の誘惑を書いたらしいですね、というようなエピソードが載っていると、こういうようなね、たまらないエピソードが載っているということですね。はい。 ね、なんか最後は、えー、小泉京子の話になってしまいましたけどもこんな調子でですね私はで1年間動画を投稿してきました、えーね、来年の来年も2024年もどうかよろしくお願いいたします、えー、皆様良いお年をお迎えくださいそれでは失礼いたします